中井清志、中井清志は、日本の内務官僚、政治家、幹線府県知事、北海道庁長官、横浜市長、岡山県出身、衆議院議員、福井三郎の長男として生まれるが、中井家を継いだ。第一高等学校を経て、1913年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、同年11月、 文官高等試験行政化試験に合格。同年12月、大阪付属となり内務部地方課に配属。その後、大阪府理事官、大阪府史学官、石川県理事官などを歴任。1919年10月、朝鮮総督府に展示学務局宗教課長に就任。皿県総督官房文書課長、学務局学務課長などを歴任した。 1923年5月、内務省社会局第2部第2課長に転じた。以後、滋賀県警察部長、福島県書記官、内務部長、栃木県書記官、内務部長、大阪府書記官、内務部長などを歴任。1931年1月、佐賀県知事に就任。同年12月、宮崎県知事に発令されたが不任を拒否し辞職。 1932年6月、栃木県知事に就任し、宮城県知事を経て、1935年6月、内務省社会局長官となる。1936年3月、神奈川県知事に発令され、北海道庁長官、大阪府知事を歴任し、1941年1月に退官した。1941年2月、 横浜市長に就任し1946年11月まで在任したが公職追放となる。1951年8月に公職追放が解除され、1952年11月から横浜商工会議所会頭を務める。1959年4月、前横浜市長、平沼良蔵の死去に伴う市長選で当選し、2度目の 横浜市長に一期在任した。ありがとうございます。